東寺通り、または東寺道は京都市の東西の通りの一つ。すべての区間が南区に収まり、東は鴨川の西岸から西は午前通まで至る。大宮通と三部通の間に存在する東寺を挟んで東西に伸びる通りで、東寺より西側の区間は東寺西門通りとも称される。平安京の旧城防門工事に相当する。 全長約2.6キロ、当時東門、当時の東門と西門に通じる通りである。平安系の南限に近く、江戸時代の頃周囲は東京村と呼ばれ、あたりは大畑が広がっていた。近代になると京都駅の設置により周囲は発展を見せ、唐橋地区も1918年に京都市に編入された。沿道に、 人家や商店が立ち並ぶようになったのは昭和に入ってからである。現在も沿道は人家や商店が並ぶ。京都駅八条口に近く周囲にはイオンモール京都のような大型商業施設もあるが、幹線道路としての役割は八条通りや九条通に譲り、通りは生活道路の性格が強い。竹田街道から西の東院通にかけては1993年に、 当時同コミュニティ道路としてカラー舗装や街路等が整備された。通りの東端から武田街道までが西行きのコミュニティ道路にあたる武田街道から西の東院、通までは東行きの一方通行となっている。それ以外の区間は片側1車線が確保されており、京都駅と当時を結ぶ京都市営バスのバス路線がいくつか設定されている。ありがとうございます。